な子は、会社員、元アナウンサーである、親の仕事の関係で各地を転々とした。鹿児島県立鶴丸高等学校を経て、お茶の水女子大学卒業後、他の仕事を経て、2002年、NHK 北九州放送局の契約キャスターとなり、情報番組を担当。2004年、テレビ神奈川に入社、制作部に配属。あっぱれ、神奈川大行進の、 アシスタントディレクターの地ディレクターを担当。2005年8月、やさまめぐみともに、熊本朝日放送の契約アナウンサー採用試験に合格。同年10月株に移籍。2008年9月まで3年いっぱい在籍し、主に報道番組を担当。株との契約満了も状況。東京を拠点にフリーランスとして活動。 2009年4月から2011年3月までは、芝テレビ放送でニュース番組のメインキャスターを務めた。東日本大震災後は、レギュラー番組のほか、昼帯、深夜帯の特番も担当した。2011年、北海道放送に入社、報道部に配属。2012年10月、社会情報部に移動し、グッチーの郷土期、のフィールドキャスターを1年間務めた。 2013年6月、公式ホームページのアナウンサー日記でアナウンス部配属を報告。2018年、広報部に移動。2019年1月31日付で HBC を退社したことを、翌日の各 SNS 等で報告。2020年時点で LINE 福岡に勤務している。本人のブログによると、t v ラジオ、ありがとうございます。